30年頃に祖父が料理旅館を始めて、その後海が見えるこの土地に移転してきました。お客様が惚れてしまうほどのおもてなしをすることを心がけてます。はお部屋で召し上がっていただいてます。当館の料理長は王女褒章を受章した料理長で、日本料理に関してはものすごく熱いです。まあ、式に応じて料理を作るんです。何でもそうだと思うんですよね。向上心を持っていかないと新しいものはできない。死ぬまで勉強。料理長の料理をたくさんお方に食べていただいて、直接お客様に思いをこれからも伝えていきたいなと